さあ2人の選手が揃いました。選手の皆さんはスタンバイをお願いします。さあ先ほど世界大会の優勝者、そして国内での最強と言われているプレイヤーが出てきましたけど、はい、そうですね、今回の2人も見どころ満載ですね、はいはい、じゃあ早速ちょっとこのプレイヤーの紹介の方をお願いしたいなと。まずは福士選手、はい、まあ、現役で、まあ、アルカディアのライターをしているということで、なるほどなるほど、県に対する知識は知識は非常に誰よりもあるんじゃないかなと、それにまあ加えてですね、はい、今までの大会、全国クラスの大会ですね、はい、かなりの上位に毎回ねじ込んできたという、はい、プレイヤーですね、はい、そして対する優選手ですね、優選手ですね、はい、先ほどまあノビーがですね、はい、優勝した世界大会ですけども、ワールドサイバーゲーム、はい、2011ですね、彼も出てましてですね、はい、ベスト4まで上がっておりますね、世界で。そして、テッケ6のジャパンラウンド、はい、ここで優勝しておりますので、はい、全国大会の1位であるプレイヤー、そして世界大会でも2位で、まあ、ベスト4も取っているという、なるほど、まあ、数々の大会を彼も総なめをしているという部分で、まあ、彼らの2人名前を知らない人間は鉄拳プレイヤーの中でおそらくいないんじゃないかというぐらいで、なるほど、それぐらい非常に有名な2人、はい、2人です ね、はい、さあスタンバイの方ができているようですね。それでは、鉄拳タクトーナメント2男性部門第5試合見ていきましょう。レディーファイト。さあ緊張の一瞬ですね、始まるまでが一番ドキドキするよね。そうですね、はい、ここの無音がねピタッと、しかも選んでくるキャラクターがまたあれね、さあワンピが東京ストロベリーフィールズ、福士選手選んだキャラクターはラース、そして国光、対する 2P 側戸田サイコロティクス優選手、選んだキャラクターはフェンとレオですね。さあ国光というキャラクター、このキャラクターもまだ、これもあれですね、家庭用の限定キャラクター、そうですね、その対策をユウ選手がどこまでできているか、そうですね、そこ見ものですね、はい、しかも今回ですね、コンパチキャラクターではないキャラクターですからね。そうなんですよ、はい、結構家庭用限定のこの新キャラクターっていうのは、まあ、他に元がある、もともといたキャラクターの技がちょっと違うよみたいなキャラが多いんですけども、クジミスは完全な新キャラなんですね。いたんですけども、はい、全然技変わってますね。そうですね、全く新しいキャラとして登場です、はい、さあレジ状態ユー生かしたい、しかし福士が近づいてこない。これチケダークトーナメント2はステージ結構重要じゃないですか、はい、でステージ選べるんですけども、この選ばれたステージ今回は無限ステージといって、ね、まあ、壁がない、先ほどの結構ね壁コンボみたいな、壁に叩きつけられてコンボ食らってみたいな展開が多かったんですけども、このステージはそれがないんですよ、ね、そうですね、なので今みたいに相手がレイジの時はその逃げやすいと言ってもいいんじゃないでしょうかね、はい、時間が80秒間、まあ、タイムアップも狙えるというね。そうですね、はい、まあ、そうこうしているうちにかなり時間、残り時間減ってきましたからね。拾いに行った、ダブルアップに行ったんですけども、しっかりと相手奈落、さあしっかりと、さあタイムアップ、おっと勝ったのはユウ、わずか 5% の差で決まりましたね。下段はしっかりガード、コンボが置き攻め重視、さあ距離を取っているのは福士、接近戦に持ち込んで、これは体力が残り少ないのでアサルトから、アサルトからのさあ学寸法でとどめを刺したのはユウ、1試合目にリーチ、下段は読んでいる、生かしてくる、バウンドから赤ゲージをごっそり置き攻め重視、重視ですね、投げが通って、さあここでユウはたまらずレオにチェンジ、さあ見てる、チェンジした、まあ、今ねレオがレイジ状態だったんで、はいはい、チェンジしない方がいいのかなと思ったんですけど、ここあえて相手の赤ゲージを奪いに行きましたね、取りに行くという選択でしたね、はい、おっとさあトリガードを横で避ける、そうですね、レオの避ける技が特殊技ですね、はい、あれ結構チェンジ際自分の隙をねフォローするのにかなり使いやすい技ですね、相手のレイジをアサルトで入れ替える、はい、気にくくするっていうテクニックですね、テクニックですね、はい、バウンドから置き攻め重視ですね、これは国光のコンボね、どん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 前に移動してる気がしますからね、これ壁があったら怖いんじゃないかなっていうのは、ね、運び性能とダメージともに優秀ですね、優秀ですね、さあこの空振りを見逃さない、勘弁待ってましたね、さあカウンターヒット、この2発目がねカウンターの時だけ3発目がつながるという技なんで、はい、今
初段をわざと空振りさせて2発目だけを当てに行くというテクニックですね。打ち切らない。さあここはもうチェンジするしかない。カウンターからしっかりコンボ。さあこれは甘んじて受けるより他ない。そうですね、大ダメージ受けるよりはあれを食らっておこう。あれをね、このままだとラースがね、あ、フェンか、フェンがそれを刺されてしまうという状況だったんで、無理やりでもチェンジしておくという感じですね。さあワンローから水面、アスピーから見ている、取り返したい、トリガード打ってくる、ここもしっかりチェンジ、空中ヒットをしっかり見逃さず置き攻め投げ、これはチェンジするしかない。7番に終わらない、裏切りのライト、下段を打たさない、警戒させない、自分の体力をしっかり見た感じの選択肢、いいライトでしたね。いいですね。さあ1試合目を取ったのはユウ。Get ready for the next battle. さあ国光というキャラクターをよく分かってますね。そうですね、はい、そうですね、まあ、国光というキャラクターはちょっとコンボが非常に強力なんですけど、はいはいはい、立ち回りいわゆる普通の戦いの状況ではあまり崩せる選択肢がないので、そこに対してその特にもともとリュウというプレイヤーは守りがうまいプレイヤーとされているじゃないですか、はい、それをしっかり生かして生かしてますね、守って守ってきっちりと相手の確認できてますね、見逃さないですよね、はい、遅らせ下段攻撃、動いてしまった福士にヒット、からコンボ失敗、ワンツーから下段はガード、このレイジを生かしたいのは福士のラス、しかしここは置いてある、暴れる、打ち切る、ワンツーからチェンジ、下段ね、中段しっかりと削ってくる。さあ体力残り少ないのはユウ、じゃあ間違えた、すみません、ユウですね。さあこの空振り見逃さない、これが非常に強力、そうですね、一発止めができるっていうね、手を出しにくい状況ちゃんと作ってますね。さあこれは分からない、あれ一応投げ技、投げ技なんですけども、はい、結構そのこのゲーム投げ抜けてボタンじゃないですか、はい、ボタンを押して抜けるんですけど、はいはい、あの投げボタンで抜けるんじゃないんですよね、レバーで抜ける、ね、はい、たまにあるやつですね、でこれは対戦経験がないとかなり難しいですよね、抜けにくい投げですね、ライトで置いてある、バウンドアサルトでダメージを奪ってくる、一発止め二択に持ってくる、ワンツーから中段選択、打ち切らない、相手の距離を見ている、さあこれはしっかりガード、うわーっとしっかり見ている、ガードのだが2発目、これを読んでいた、相手にガードさせて2発目だけを当てにいくという非常に高度な選択肢でしたね、コンボが非常にいる。さあ国光の残り体力わずか、ここからチェンジするしかない、タンベンの選択肢、多分この相手のタンベン読んだタンベンです今ね、福士がチェンジギアを何かカバーする技を打ってこいと、はい、言わんばかりの3面でしたが、見てますね、しっかり、さあリーチをかけているのはユウ、これに対して福士はまず1ラウンド取りたい、なんとか距離を取る、お互い体力的にもいい分で投げなんで、なかなか攻めあぐれてますよね、そうですね、ライトここでユウの打つライトゥー全部当たってますね、非常に、あっとダブルアップ、成功、さあ第5試合勝ったのは戸田サイコロティクスユウ選手、おめでとうございます。いやー、いやー、手に汗握るというか、そうですね、ずっとグー握ったもん、本当に手に汗かいてますからね、手汗が出ましたね見てる方が手汗出るとか、やってる本人たちもっと大変なんじゃないかと思いますけどね。ユウは特にその一瞬のね、この刹那、はい、をもぎ取る力が非常に強いですよね。後半のライトの暴れであったりとか、当て感いいところでね、打つんですよね。